はい、今回は HSBC 女子世界選手権最終日の速報について語っていきたいと思います。最終日も悪天候のため一時中断という状況になっています。早速注目となる渋野日向子選手についてですが、71の1アンダー、通算4アンダーになりました。最終日はインスタート、12番ホールと13番ホールでは距離の長いパットが残り、非常に惜しいバーディーパットがあったりしましたが、パーが続きます。16番ホールパー5では2打目でグリーン手前まで持っていき、アプローチを寄せてバーディー。前半は1アンダーの35で折り返していきます。後半3番ホールでボギーとなりますが、4番ホールパー3、5番ホールパー5で連続バーディー、8番ホールパー5ではティーショットで右の OB に入ってしまい、ダブルボギーが出てしまいます。9番ホールでは2打目をピンそばにつけてバーディー、3バーディー、1ボギー、1ダブルボギーというプレー内容でした。プレーを振り返っては、悔いが残る1週間だった。アプローチやパットに助けられたと感じるぐらい、ショットが悪すぎた、とコメントをしています。また、次戦に向けては、2週間空くので、しっかり練習して、いい状態で臨めるよう頑張りたい、と意気込みを語っていました。コメントにもありましたが、ショートゲームが全般的に良かったので、ショットの精度が安定すればもっとスコアを伸ばしていきそうですね。そして新スイングは青木コーチとのタッグで調整中となっているので、2週間じっくりスイング固めに専念してパワーアップした渋野日向子選手を楽しみに待ちたいと思います。今シーズンの渋野日向子選手はショートゲームが非常に良くなり、粘り強さがあり、ミスを連発するというシーンが激減したように思います。しっかりとした土台ができている印象なので、あとはスイングを固めて調子が上向きになっていくだけという勢いを感じます。今シーズン大きな可能性を秘めていると思うので、本当に楽しみなところです。また次戦について LPGA ドライブオン選手権にはまだエントリーをしていない状況となっているのですが、渋野日向子選手自身2週間空くのでというコメントをしていたので、次戦は LPGA ドライブオン選手権に出場予定という感じになるでしょうかね。LPGA ドライブオン選手権は勝南選手や西村優菜選手も出場予定になっているので楽しみなところです。そして古江彩佳選手についてですが、65の5アンダー、通算14アンダーという結果になりました。最終日ビッグスコアで終えており、現在暫定で2位という状況ですが、最終的にどのような順位になるか気になるところです。1番ホールでは2打目でグリーンオン、長めのパットを沈めてバーディー、2番ホールでは2打目をベタピンにつけてバーディー、5番ホールパー5では微妙な距離のパットを沈めてバーディー、6番ホールでは短めのパーパットを外してしまいボギーとなってしまいます。前半は2アンダーの34で折り返していきます。後半11番ホールではボギーが出てしまいますが、12番ホールでは長めのパットを沈めてすぐにバーディーで取り戻していきます。13番ホールパー5では3打目をピンそばにつけてバーディー、16番ホールパー5でも3打目をピンそばにつけてバーディーを取っていきます。18番ホールでは大雨の中での長めのパットだったのですが、しっかり沈めてバーディーフィニッシュとなりました。この大雨の中、よく距離感を合わせてカップインできたなという感じですごかったです。7バーディー2ボギーというプレー内容でした。久々に古江彩佳選手らしい安定したお手本のようなプレーが出てきましたね。距離が出ない選手ですが、ミスなく安定した精度の高いショットでスコアを伸ばしていけるのは本当にすごいなと思います。はい、今回は HSBC 女子世界選手権最終日の速報について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。